トロトロスープを作りまぐ、サクサクトースト入れちゃいまぐ、じわとろたまらん、ほほえほはへほ食べてこ朝まぐ、クノールカップスープ、味の素、熱々スープを作りまぐ、ご飯とチーズ入れちゃいまぐ、とろりたまらん、ほほえほはへほ食べてこ朝まぐ、クノールカップスープ、味の素。はい、お願いします。よーい、スタート。はい、カット。カット。あ、いい感じ。はい、おい、カット。ありがとう。すごいの置いちゃってください。なんてこったい。よーい、スタート。はい、せーの。おー、よーい、スタート。お願いします。本当に横にあるから、こうすればいい。うん、それでいい。よーい、スタート。イートウェル、リブウェル。はい、カット。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。弟と二人で目が合うところがあったんですけど、ちょっともう可愛すぎて、ずっと弟が欲しかったので、うわー、愛おしいと思ったら自然と笑ってしまうっていうところは、どうなってるか分かんないですけど、すごく楽しかったのと、取れてましたね。基本的にはまあ3食食べるんですけど、まあ、やっぱり朝食取らないと1日こう今から始まるっていうパワーがつかないので、特に学生時代だと授業中にお腹鳴るのが恥ずかしいんですよ。なので朝からまあいっぱい食べてギリギリ前に寝ちゃうので、ドタバタした朝でも、まあ、今だと仕事に行く前のドタバタした時間でも、まあ、さっと作って美味しく食べれるので、お世話になっておりますっていう感じですかね。リゾットは作ったことなかったんですよ。で、最近自分も一人で料理を作るようになったので、リゾットは自宅でも作ってみたいなって思いましたね。はい、お気に入りのマグカップはあります。猫のいろんな種類の猫が書いてあるマグカップで、それは多分人生初めて自分用にちゃんと買ったマグカップなんですけど、もう見た目に一目惚れして、多分バレンタインデーに自分に買いました。交換する人がいなくて、寂しいなと思って。皆さん、朝ごはんしっかり食べていますか？簡単に美味しく作れる朝食の味方、クノールカップスープで私と一緒に朝まぐしましょう。以上、長野めいでした。